こんにちは。今日はですね、ダイエット最終日です。半年が経ちました。今日は9月の2日、金曜日です。それでは現在の体重を測ってみたいと思います。83.6 です。ということで、最終体重が 83.6kg でした。この1ヶ月どんな感じで痩せてきたか、ちょっと見てみたいと思います。前回計測したのが、8月の3日、84.6kg でした。そこからですね、だいたい85キロから6キロぐらい、ちょっと1キロ2キロぐらいオーバーした日がずっと続いてですね、ちょっと最終ラスト1週間ぐらいちょっと意識をし直してですね、この1ヶ月の過去一はこの 83.4、 昨日ですね、で今日が 83.6kg でした。ダイエットを開始して、スタートしたのが 98.3、ですので、これまでの減量が 14.7kg でした。ただ目標の 80kg までには届かずですね、3.6kg、届きませんでした。うまい。ですけどね、満足です。頑張りました。今日でね、この挑戦ダイエットに挑戦シリーズは、今日で終わりますけども、個人的にはね、80キロになるまでね、これからもダイエットを続けていきたいと思います。で、今後80キロに到達した時にまた動画に残したいなと思ってます。今日はですね、半年ダイエットの最後ですんで、この半年間のね、総括を話して終わりたいと思います。これまでやってきたことを今まで話してきましたけども、このダイエットっていうのをね、マラソン競技に例えると、例えば食事制限っていうのはね、要は自分のペースで走っていくような感覚なんですよね。これは誰でもできる、誰でもできます。ちょっと普段のね、食事をちょっと改めて、制限をしていくって言います。でそれ以外の例えば運動であったり、睡眠であったり、塩分を控えるであったり、発酵食品を食べたり、あと水を飲んだり、サウナで汗をかいたりっていうのは、なんていうかな、そのラストスパートとか、そのロングスパートをかけるみたいな感じで、ギアを1段2段ってこう上げていくような感覚なんですよね。要はその、基礎代謝を上げて、消費カロリーを増やしていく作業なんですよね。だからマラソンに例えると、こうラストもうゴール間近の時にこうスパートをかけていくような感じでギアを上げるような感覚です。ただですけども、こういったことっていうのは僕は以前から知ってました。で以前から知っていたにもかかわらず、今までね、一度もダイエットは成功したことはありません。じゃあなぜ今回成功したのかというと、実はね、スタート地点に立つ以前が大事だっていうことに気づいたんですよね。
要は用意トーンで走って、まあ、マラソンを走っていく時にいきなり起きて 寝ていて起きてすぐ用意トーンで走ったら必ず途中で足をくじいたりだとか、例えばお腹が痛くなったりだとか、あの要は危険するわけなんですよ。どんなもうアスリートであってもそのスタート地点に立つまでの要はその準備段階、あの体をストレッチしたりだとか軽くジョギングをして体を温めたりだとか、そういう作業がね、実はねダイエットでも大事なんですよね。で、僕はそれは何かなってずっと考えてて、あの分かったことはストレスなんですよね。結局ストレスが高いとダイエットをやってもね、あの途中で嫌になります。あの僕はすごくね、やっぱり今までねストレスが高かったような人間でした。例えば体の中のストレスのメモリが100だとすると、常にこう80から90ぐらいの溜まったような状態で生活していた自分がダイエットを始めた時に、ダイエットも最初の1週間2週間はね、制限がすごくストレスになるんですよね。そのダイエットの制限がストレスが30だとすると、普段のストレスが80の自分がダイエット始めることによって100になってしまうんですよ。で、100になるとどうなるかというと、もう諦める、要は自分の欲に負けてしまうんですね。だからもう食べる、運動もやめるっていうような感じになるんですけども、ですんでまずね、ダイエット始める3月までにとにかく自分のストレスを下げようっていう思って、いろいろね、あのどうすれば下がるかなっていうのをね考えて行動したことがあります。それはまず一つはね、あの身の回りの環境を整えました。あの常にね、あの生活している環境をきれいに、あまり物を置かず、汚さず、汚れたら掃除をする、この住んでる家だけでじゃなくて、例えば自分の店、お店の中の空間、あとお店の外観であったりとか、とにかくね、こう自分が生活している空間をきれいにね、環境を整えました。それからですね、あと頭の中ですよね、とにかくもうイライラカリカリしない、穏やかに過ごそうっていうのをね意識しながら生活してきました。だいたいストレスの溜まる理由っていうのは、あの対人関係なんでね、その対人関係でイラッとしたことがあったとしても、ちょっと5分我慢しようだとか、ちょっとこうすぐねこう文句をあの言うんじゃなくて、ちょっと5分ぐらい黙って我慢するとかね、することによってね、あのもし5分経っても、これは言った方がいいなっていうことは言ったりもしますけども、大概5分でね、あのなんでこんなことでイライラしてたのかなっていうような、あの状態で、要はね、その、 あのイライラしないように穏やかにっていうのをね、まあ意識しました。で、そうすることによってね、その自分の中の80から90あるメモリーが 50% 以下に下がったんですよね。それは自分でもなんか分かりました。あのだからダイエットをね頑張ろうって、もう一回やってみようっていう決意がね、あの生まれたんですよね。で、実際、まあ、50の自分が、マラソンみたいにね、用意トーンで走った時にストレスがかかります、30のですけども80なんですよね。だから我慢ができるんですよね。で、そこだと思うんですよね。結局あのストレスが最大の敵です。あのこれはね、あの僕もネットでいろいろ見たんですけども、どうしてストレスがダイエットに悪いかというと、ストレスがたまることによって、あの血液の流れが悪くなります。血液の流れが悪くなると、あの、代謝が、ね、下がってくるんですよね。で、代謝が下がることによって痩せにくい体になってきます。
でダイエットだけではなくてね、ストレスが溜まることによって代謝がまあ、下がる。で代謝が下がるということは免疫力も下がるんですよね。で免疫が下がればね、やっぱりいろいろな病気になりやすい。ですんで非常にストレスっていうのはね、体に悪いんですよね。うん。そのストレスを下げれたから今回僕はダイエットうまくいったと思ってます。ただね、その簡単なことではないと思います。やっぱり僕もそうですけども、やっぱり人それぞれ置かれる立場も違いますんでね、人それぞれいろんなストレスがありますけども、やっぱりね、ストレスっていうのをね、打ち勝つのがね、ダイエット始めるまでにできるかどうかじゃないかなと思います。そしてあと、まあ、マラソン競技で例えるならば、42.195キロ、まあ、距離ですけども、その距離っていうのはダイエットでいうと何かというと目標体重なんですよね。ここをバシッとまず決める。目標が大事です。そして、必ずマラソン競技にはね、制限時間っていうのを定められてます。要はダイエットで言うならば、その目標までの期間ですよね。目標 と、その期間を定めるのがすごく大事です。まず、総括で最後話せばね、まずストレスを減らす。あとはとにかく自分のペースを用意と思って走っていく。で走りながらペースが慣れてきたら加速ギアを上げていく。そしてその自分が定めた目標とその、タイム、その期間までにね、ベストを尽くしていくっていうのがね、今回僕のチャレンジしたダイエットです。そんな感じですかね。これまでの、ダイエットの動画はですね、再生リストに、ダイエットっていうジャンルで、ずっと最初から入れてますんで、この動画をね、もしこれからダイエットやってみようかなっていう方がいればね、参考にしていただければ、嬉しいです。ということで、最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。それでは。 You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way.Think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh, you think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless praying. Something.Stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Saved myself by turning into stone,
So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. この動画を撮影している今日はですね、3月2日です。本当は3月1日にちょっと撮りたかったんですけども、ちょっと予定がありまして、今日翌日になりました。ですね、3月から、新たな挑戦をしたいと思います。その挑戦はというとですね、ダイエットです。今日からですね、ダイエットを始めたいと思います。目標の